そうか、あれも見ましたよ、はい、ロフマオでの、はい、鏡さんの集大遥か空の星がひどく輝いて見えたからああ、もう集大っていうと、まあそうですね、直近だと1個しか、そうですね、うん、まあもう見てやっぱ逸材だなって思いながら見てましたけどね、それ普通は特に我々のチェックとかなしに公開オンエアされるんですよ、全部ロフマオ塾って動画。はいはいはい。あればかりはありましたからね、チェックその結果なくなったものとかあるんですか？まあちょっとありますねちょっとあるんですけど、ただもうあればっかり、私の下りばっかりは、はい、もう抜くともうスカスカになってしまう。確かに確かに、まあ他がね映せないんならしょうがないですよね。飲んでよって積んで終わりっていう、ただこれだけの動画になっちゃうんですよここは私がって思ってなるほどなるほど。あ、じゃあもうあれ男気の集大だったんですね、あれは。個人的にはもうだから、うん、そうですね、不祥事のフラッシュ浴びてる気分ってこういう感じなのかなってちょっと思ってたんですけどねはい。いやでもよかったな、あれもでもなんか見ていただいてるのがもう嬉しいですね。いや、あの回は神回って聞いてたんで見ましたそう、事前っていうか割とスタッフさんとかいっぱいいたじゃないですか、あの時多分。いました、めちゃくちゃいました。でも金がね聞いてたんでやばかったって、そう、わざわざ見に来てやばかったって言いふらしてるからな偉い人も。いや本当とんでもないやつらですよね、うん、そうそう今ロフマオが見にくいぞって言ってたのももうあれ多分号外号外集まって、それこそ鏡さんのあの時に「やば」って声入ってて、スタッフさんのめっちゃそれよかったですね、入ってましたねあれ絶対ロフマオのせいだと思うんですけど、楽屋の冷蔵庫めっちゃお酒入ってるんですよ、あれ以来。あ、それはちょっとよくないですよ。鏡さん買ってきたのはだって偉い人だから、あれ偉い人で大人だから私が持ってきたのは1本だけですよ、だってどんどん事務所がなんかあれですよ、酒臭くなっていきますよ。いやーでもなんかそう、なんでそんなもの残ってるのって結構ありません？ありますあります。これ言ってる人多分いると思うけど、ユードリックさんのなんかちっちゃい石像みたいなやつもあるしめちゃくちゃできいやつですよねめっちゃできのいいなんかフィギュアの原型みたいな、そうそうそうやつとかあるし、これちょっと欲しいんですけどね正直。何これみたいなやつ結構ありますからね、ありますよね。誰かが取ってくだろうと思って置いてったもの大体残るっていう説があって、いやでも本当にね、ロフマオ塾に関しては院長さん来ていただいて、あ、そうですよ、確かにあの時ねお会いしましたからね。私忘れてないですからね、あれ。私マジで急に呼びつける企画やりますから、全員ロフマオ、はい、ロフマオに呼ばれた被害者集めてやりますから、はい、被害者の会結成いただいたらもう飛んでいきますよ、本当に。いやちょっと覚悟しておいてくださいはいしておきます、復習するんで念のため。ちょっともうカレンダーにここなんかあるってマネージャー捨てで押さえて、いや言わないですよそれは。いや怖い、言うわけないじゃないですか、この日にやるだなんて。いやもうそれでいけなかった時の怖さ、いやそれを私たちは味わったわけなんでまあまあそうですよね、やっぱりねアポなしで行くべきですよねめっちゃ怖い